シャドーライン、闇の皇帝をお迎えするため、世界を闇で覆い尽くすことが我らが使命。クローズ。さあ、人間たちに恐怖を与えて闇を引き出せ。その闇で街を覆い尽くし、我らがシャドーラインのステーションとするのだ。さあ、たちをぶっ飛ばすこの俺の姿が。ふざけたこと、クローズ。特急で決めるぜ。出発進行。逃げ足は大したもんだな。それにしても、覚えてろって何を覚えておけばいいんだ。まあいいや、なんだかわかんないけど、わかった。そんなことより、大丈夫だった？会場のみんな、どうやらシャドーラインの奴らがこの街を狙ってるみたいなんだ。でも大丈夫、奴らは俺たち特急ジャーが倒してみせる。よし、俺も行くぜ。出発進行。やつが特急じゃか。確かに多少はできるようだ。だが私には見える、やつらが苦しみのたうち回る真っ暗な未来の姿がな。楽しみにしておくがよい。電車ってとってもエコな乗り物なのよ。知ってた？一度に大勢の人を運べる電車は二酸化炭素を排出する割合がとっても低いんだ。ついでに補足説明させてもらうと、二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つだから、電車は地球にとっても優しい乗り物ってわけ。なるほど、そいつはいい気になったな。先生、ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。地球に優しくないお前たちは俺たちが倒してやる。そこまでだ。誰だ。お前がこいつらの親玉だな。特急で倒す。見ろ。あれ、倒しちゃった。なんだ全然大したと。全然聞いてない。残念だったな。私は不死身なのだ。不死身だって？こんなこともできるぞ。体が動かない。どうだね、我が念力は。念力だって？さあ、お前たちは他の特急者たちをおびき寄せるおとりとなってもらおう。
クローゼ大丈夫か、トカッチ、ミオ。現れたな、一号。お前がこの二人を。だったらどうする？気をつけてライト、奴は不死身なんだ。来い。はぁ、うわぁ、ライト。さあ、とどめを刺して。うわ、まさかこの私に傷を。一旦引くぞ。あ、ちょっと待ってください。ライト、あいつ強いな。一旦列車に戻って光たちと合流しよう。うん。ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいって。ボス、ボスったら。うるさい。ただ反対をイライラして。なぜあの特急1号の攻撃が我が身を傷つけることができた。この不死身の体を。どうやらあの特急者たちには何やら不思議な力があるようだ。念には念を入れておくか。お前たち、ただいまよ、新たな計画を実行に移す。え、新たな計画って？この会場にいる人間たちの中から我々シャドーラインの仲間を見つけ出す。え、ちょっと待ってくださいよ。なんだ？こいつら人間ですよ。俺たちの敵ですよ。仲間になるわけないじゃないですか。いや、わからんぞ。これだけ大勢いるんだ。中には変わったやつがいるかもしれない。いや、私はいないと思いますけどね。よし、では直接聞いてみることにしよう。聞いていたか、会場に集まった諸君。そうだな、元気のいい子供たちに限ろう。君たちの中で我々の仲間と、あの特急ジャーたちと戦ってもいいという。元気な声で手を挙げながら、はーいと言っても。まだおっちゃん喋ってるやん。聞いてから。ヤキス、仲間になるぞ。ほほ、結構。よしよし。お、お前たち、よく見ろ。今いるな、この会場にいる子供たち。その手を挙げてる奴の中から、とびっきり元気です。そうだな、ちゃんと我々の言うこと。